考えても見てくださいよ。10年前の携帯って5メガピクセルのカメラに低解像度に 3G 回線だったじゃないですか。昔は画期的だったこれらの機能も今あるものと比べてしまうと古代の遺物。ということはですよ、あと10年したらスマホはどうなってしまうんでしょう。さあ見ていきましょうか。一日しっかり働いて料理をする元気もない。そんなわけでテイクアウトを探します。あなたは自動運転のタクシーに乗りながらスマホを取り出します。スマホの見た目は2020年のものと大差はありません。薄型で大きなスクリーン。しかし画面を見るだけで36メガピクセルデュアルカメラを搭載した内部センサーがあなたの目の方向を捉え、スマホが起動されました。しかも本体は透明で、その向こう側にはあなたの手が透けて見えます。必要なアイコンやその他の機能、時計、天気、メール、通話などなどを表示してくれています。お気に入りの近所のレストランにデリバリーを頼むことにしたあなた、10分で食事が用意されます。配達人の場所がマップ上で表示されるのみならず、スクーターに内蔵されたカメラでその道中の様子を見ることもできます。この機能のおかげで配達中の食事が盗まれる心配もなくなります。あなたはタクシーに残り時間がどれくらいか尋ねます。心地よい AI のボイスがそれに答えます。目的地まであと5分です。あなたは暇つぶしにモバイルゲームを起動することにしました。スマホを本のように開くと小さなタブレット台になります。ゲームのグラフィックは現実世界さながらで、まるで本物のレースのようです。車のハンドルを切る手につい力が入り、スマホを曲げてしまいました。でもスクリーンは何事もなかったかのように鮮明な画像を見せ続けています。折り曲げ可能な画面とバッテリーを持つスマホは2018年に発売されました。画面を大きくし続けようとした開発者たちの試みによって、未来のスマホの画面は本体の 100% に到達したのです。このポータブルスクリーンによってあなたはどこでも映画や動画を楽しむことができます。タクシーがあなたの家に到着しました。あなたはゲームを終了。そのために行った行動はスクリーンのスワイプではなく、空中を指でスワイプしただけ。内蔵されたカメラが動作を読み取り、アプリを終了。あなたはタブレットを再びスマホ台に折りたたみ、手首の周りにブレスレットのように装着します。このブレスレットとともに家へ着いたあなたは、玄関を開けてくれと言います。スマホがあなたの声、顔、目をスキャンし、あなたは我が家へと入ることができました。向こう10年の間、折り曲げ可能なブレスレット型スマホ以外にも様々な先端機器が登場します。柔らかい小型のスマートブレスレットの開発はすでにスタートしており、これは手首に装着するだけでスマホのインターフェースがホログラムで表示されるもの。画面の操作は指で行うことができ、動画の視聴やメール、通話も行うことができます。腕からスマホスクリーンが飛び出す仕組みだということになります。このクールなブレスレットを2030年のあなたが装着するには、2つのハードルを乗り越える必要があります。あなたの動作を読み取り、折り曲げ可能かつ大容量のバッテリー、そして高画質のホログラムを投影しつつ、あなたの動作を読み取る装置です。この2つのモジュールが2030年までに開発されることがなければ、このブレスレットが持つ機能は一般的なフィットネスブレスレットのそれと変わらなくなってしまうでしょう。エンジニアたちを信じて待ちましょう。シースルーのスマホをワイヤレスチャージャーに接続。2020年のものとは違い、これらの充電器はより素早い充電を可能にしています。10分もすればスマホは 100% に元通り。しかもこのバッテリーは2日間の使用に耐える以上の容量を持ちます。現代のスマホには太陽光発電を行う機能がついているものもありますが、日光が明るくない地域ではそこまで効果的ではありません。体との摩擦で充電するスタイルが次第に人気を伸ばしているようです。これは運動エネルギーを利用する方法で、本体の背面をこすってやればそれで OK。 おっと、ピザがやってきましたよ。
ペパロニとチーズをむさぼるあなたのもとに通知が一件。油切った指で触れることなく、あなたは動作だけでメッセージを開きます。 8K 動画のホログラムがスマホの真上に投影され、メッセージを表示します。パーティーに参加している友達が、お前も来いよと誘ってくれています。さあ急がなくては。すぐに行くとあなたは伝えます。この頃のスマホは高画質の動画をものの数秒でダウンロードしてしまいます。 Wi-Fi がそこら中に設置されるようになったからではありませんよ。モバイルデータ通信の新たな規格が開発されたからです。一度おさらいをしてみましょう。 1G 回線は1980年代に登場し、その速度は毎秒 1.9kb でした。1991年には 2G 回線が登場し、その速度は 9kb から 14kb、 2002年には 3.4MB の速度を誇る 3G 回線が登場します。 1GB へ到達した 4G 回線が登場するのが2008年。2018年には 5G 回線が世に出回り、その速度は毎秒 6.5GB です。モバイルデータ通信は8年から10年ごとに世代交代をしています。つまり2030年頃には 6G 回線が実用化されているはずで、その速度はおそらくは毎秒 1TB になるのだろうと考えられています。250本の映画が1秒でダウンロードできてしまう計算になるんですね。窓から外を見る感覚で動画やネットフリックスを楽しむことができてしまいます。もちろん画質の良さは現実顔負けのものとなるでしょう。でもスマホ本体にはそれだけの容量を保存できるんでしょうか？もちろんできます。合言葉はクラウドストレージ。10年後になればその容量はほぼ無制限となるでしょう。フラッシュカードやスマホ本体の記憶領域も変化することになるはずです。科学者たちはすでに 5D ディスクを開発済み。これは小さく薄い透明なディスク状のもので、高温低温に耐えることができ、360TB のデータを何十億年にもわたって保存します。このようなディスクは今でいうフラッシュメモリ並みに出回ることになり、当然スマホにも内蔵されることになるでしょう。あなたは自動タクシーを再び拾うと、友達のいるパーティー会場へ向かい、窓の外の美しい夕日を眺めます。スマホを取り出すとカメラをオンにし、100倍ズーム、もちろん画像は鮮明です。沈みゆく太陽へ向けて鳥の群れが向かっている姿がはっきりと見て取れます。くちばしや羽の色がギラギラと照り返しています。そこでスマホが即座に通知を出します。これは鳩です。ただの鳩でも僕にとっては十分綺麗だ。あなたはそう思い、5GB の写真を撮り、数秒の間に SNS へとアップしてしまいます。いいねの回数をチェック中、突然タクシーが停車しました。 AI がエンジントラブルを告げ、修理サービスが向かっていると通知します。しかしあなたに待っている時間はありません。でもあなたの手には十分な道具があります。手の中、いや腕の周りに、そう、あなたのスマホです。あなたは車両から降り、ボンネットを開けると中を見ます。エンジン、配線、ピカピカするいろいろ、何が何だか分かりません。あなたは拡張現実アプリを起動し、カメラをエンジンに向けます。アプリが診断を下し、画面を通じて故障箇所をあなたに示します。もちろん修理方法も見せてくれますよ。幸運にも軽微な故障だったため、あなたは手作業でエンジンを修理してしまいました。2020年、拡張現実アプリは私たちの家具選びや服選び、デザイン選びを手伝ってくれています。スマホを使えばアパートの修理や内装のデコレーションのおすすめやアドバイスが簡単に手に入ります。未来の世界でもこの機能は進化を続けています。あらゆる分野でスマホを使用することができるでしょう。車やキッチン家電の修理、体の医学的診断まで、目的は多岐にわたります。あなたはタクシー内に戻り、ようやくパーティーへと到着しました。音楽にドリンクに食事、庭の噴水、あれ、ボビーのやつホースとポーズ撮ってるぞ。家には楽しげな人々であふれています。
しかしその全員がスマホに釘付け。メールしたり喋ったり写真にいいねしたりタイムラインをスクロールしたり、誰もお互いに話をしていません。あなたはふと思い出します。2020年の頃は良かった。透明な画面も最速のネット回線もなかった頃。ものの数時間でバッテリーが切れるからみんなもこれほど依存することはなかった。あなたは数秒間そのノスタルジーに浸るとスマホをつけて友達とチャットを始めました。そうしながらあなたはふと考えてしまいます。この先のスマホはどう進化するんだろう。2050年のパーティーはどうなってしまうんだろう。この時代ともなれば人はついに電話とおさらばすることになるかもしれません。すべてのスマホ機能は思考の力で操作される極薄のコンタクトレンズに集約されているでしょう。仮想現実は完全に現実とオーバーラップし、 AI が本物の人間の会話の役割を担い、あなたの親友になってくれるかもしれません。そして私はナレーターの仕事を失うと。変な空想かもしれませんが、そんな未来を待ち続けるとしましょう。今回新しいことを学べた方は高評価とお友達への共有をお願いします。ブライトサイドのチャンネル登録もお忘れなく。